どうもウキウキユキです。今日は歌を歌います。家族、友人、先輩後輩同期、作家さん、スタッフさん、吉本の社員さん、マネージャーさん、そしてファンの皆様、そういった方々がいるから僕は今こうやってここにいます。今日はその人たちに捧げる歌を歌います。聴いてください。えいえい、あー、俺は売れてない11年目の芸人、ウキウキ勇気、11年泣かず飛ばず、それで親を泣かす。俺が売れてない原因の一つは努力不足、売れてるやつ死ぬ気で努力、俺それできず舞台で無力。でも努力不足は俺が売れてないことの一番の原因ではない、間違いない。11年やってやっと気づけた、俺が芸人として売れてない一番の原因、それはそれはそれは周りのせい。芸人とかマネージャーが俺を評価しないから俺売れてない、つまり周りのせい。みんなが俺を評価しないことで俺の足引っ張っちゃってるから俺売れてない、つまり周りのせい。いやマジで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 こいつらのせいなんですよ。いやマジでマジでマジで。でも俺は結構努力している、 SNS にいろいろ投稿している、いや結構面白いから、いやはぁみたいな顔してるけど、いや結構面白いから、50万再生60万再生の動画とかあるから、3万いいねの動画とかあるから、いやマジでマジで。ていうか俺今年の R1 グランプリ準々決勝行ってっから、いやマジでマジで結構すごいから。あの準々決勝見てたお笑いルポライター高博の点数84点だったから、いやマジでマジで。あの準決行ってる人より高かったりするから、いやマジでマジマジで。でも俺は売れていない、11年やってやっと気づけた、俺が売れていない原因、周りのせいと同じくらい大きな原因、それはそれはそれはお笑いマッセー。周りのせい、周りのせい、俺のせいではない。うわあうわあ、これマジなんですよ、マジでマジで。今日は皆さんに僕の思い伝わったと思います。それじゃまた会いましょう。レプゼンテーブシーウキウキウキウエスウエスラバペスウシェー。